革新チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、革新チャンネルです。前回ね、買ってきて修理したハンマーモア、ちょっと使ってみたんですが、皆さんからコメントでね、刃が減ってるよっていただきました。これね、そう、これちなみにね、こう外にこう蹴り出すように刈っていくんですが、確かに刃がね、だいぶ丸まってんだね。こうだいぶね、こう丸まってますね。で、本来はね、どういうものかっていうと、こういう風にね、めちゃめちゃとんがって四角いみたい。うん、これがだいぶ丸まってる。ただ、これ左右使えるんだって。こっちとこっちが使えるみたいで、これとか見てもこっちは減ってるけど、こっちももちろん減ってるんだけど、こっちに比べるとこっちの減り具合がちょっとまだいけそうな感じもするから、とりあえずさ、まあ調子もまだ完璧ってわけじゃない。ほら、こっちまだいけそうでしょ。いけそうって減ってるけどね、減ってるけど、こっちよりはもうこっち歯がないもんね。歯がない。これに比べたらまだいけそうだから、これちょっとね、裏返してみようかなと思います。一応ね、裏返して使えるようになってるそうです。やってみましょうね。うん、あ、そうそう、あ、回るね。電動工具使えないのは大変だな。わあ、取れた。はい、こうですね。今ね、こういう風についてましたね。え、違う、どうついてた。こう、こっち使ったからこうついてたのね。こう、こっちは丸くなっちゃってるでしょ。で、こっちはまださ、こう刃っぽくなってるしよ。これでもこっちも限界なんだけどね。こっちが限界だから、こっちがこれで限界だからこっちに変えたんだけど、こっちがさらに限界が来ちゃったって感じですね。多分ね、これこうなってて、もっとこうなってたはずなのね。だからこれをこっち向きにしてさ、で、もう一回付け直せば、まあ要交換なんだけど、この前よりは切れるよねっていう、ってことってこと。そうそう、こう、あ、でも分かった。ここもネジが切れてるからスポットは抜けないんだね。まあ、スポット抜けたら危ないか。やっと一本抜けた。まあでもこれ抜けなければね、作業が今後もできないということになってしまうから、これで少し切れ味前進するんじゃないかな、そんな気がしています。よし、構造が分かってきたからね、回るようになりましたよ。こっちのもんだ。ここまで来れば、はい、草むらにやってきました。だいぶ生えたね。だいぶ生えましたね。このぐらいだといいね。刈りがいがありますね。ではね、下ろしてね、作業をやっていきたいと思います。
はい、というわけでこの広い面ね、ずっと、刈っていきました。もう高い草がね、やっぱバリバリ切れるのはハンマーナイフもあのいいところだと思います。常用だとね、こういう風には切れないです。あの切り残しがこういうねこういうのがねたくさん出ちゃうんですよ。これはあのコースに入ってないからなんですけど、コースに入ってても寝かせながら刈っていくからうまく切れないとこがあるんですよね。でここのね中もね、実は機械で切りたいんですが、切り株とか枝とかがちょっとあるので、まずはコースの設定をね見直さなきゃいけない。コースの設定を見直すって、コースをね、ハンマーナイフモアを入れるとこ入れないところのね通路をちょっと確認しないと、取り出せなくなってしまう可能性があるなということなので、こっからはちょっとね仮払い機で、綺麗に仕上げをしていきたいと思います。というわけでハンマーナイフの作業はね終了となりました。まあいいですね、やっぱ刃をあの新しいものに交換すればもっともっとねあのバリバリ活躍してくれるんじゃないかなと思います。ね、約1時間ちょっとでタンクがね空になりました。結構満タンまで入れてて、何リットル入るかな、4とか5だと思うんだけど、だから、1時間に4リットルぐらいはガソリン食うんですね。意外と燃費が悪いということが分かりました。はい、ちょっとねカートの方が部品がまだ届いてないので、草刈り機の、その後のねこのハンマーナイフモアね、おかげさまでね前回の動画結構伸びてたんで、ちょっと続編やろうかなと思いました。綺麗にもねしてあげたいと思っております。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。